ゲームの生徒で毎年24日にクリスマスファンタジーに出演させていただいています。毎年楽しみにしているので今年も出演できてとても嬉しく思っています。そして寒い中ご覧くださっている皆さん本当にありがとうございます。皆さんと楽しいクリスマスを過ごすために私たちも精一杯頑張るので皆さんも応援よろしくお願いします。そして1曲目は私たち玄武少女隊のステージから始めさせていただきました。ここで少し私たちのことについて少し紹介したいと思います。私たちは空手を盛り上げるために玄武スタジオ制で結成された玄武少女隊というグループで現在 FM イルカで玄武少女タイムというラジオ番組をやらせてもらっています。私たち玄武少女隊のオリジナルソング、それが函館という曲があるんですが、私は北海道新幹線が開業するということでいろいろなイベントでそれを披露させていただきました。次はその曲をご覧ください。なってもずっとこの街は
ありがとうございました。先ほどね、点灯式がありまして、ツリーが綺麗に、はい、もう赤いね、ツリーがですね。あ、でもなんかいつ見ても高いし綺麗ですね、はいはい、花火も上がりまして、もう迫力が、ね、ありましたね、もう皆さん寒いですか？寒いですよね、はい、でも私たちもね、これからもまだまだ踊るので、大丈夫かな、はい